平成28年12月17日、木を倒す安全性や技術を競う、阿蘇の山門伐木チャンピオンシップ2016が、阿蘇市浪野で開かれました。この大会は、阿蘇地域林業担い手対策協議会などが、林業の魅力を多くの人たちに知ってもらい、林業への従事者を増やそうと、今年初めて開催したものです。競技は樹齢およそ70年の杉の木を3分30秒の制限時間内に安全かつ正確に早く倒すことを競うものです。大会には阿蘇地域内で実際に木の伐採などに携わって1年半以上の経験を持つ7人が挑戦しました。選手たちは木を倒す方向を確認して、倒す側の木の根元にチェーンソーで三角形に切り口を入れ、さらに木の後ろ側からチェーンソーで切り口を入れて木を倒していました。今日、一日に何本もできんような抜刀が一発で今日出たんで、良かったです。他の人の抜刀とかもめったに見られないので、勉強になります。午後からは2014年の日本伐木チャンピオンシップで4位になった埼玉県の阿形健さんと、今年全国大会に出場した秋吉和弘さんらによる丸太切りのデモンストレーションなどがあり、家族連れなどおよそ200人が訪れて珍しい大会を見物していました。